2番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット宮崎カントリークラブで最長のストレートなパー5。ティーショットは打ち上げのブラインドになっているが、フェアウェイは広くセンターを狙っていけば問題はない。セカンドショット、セカンドもセンター正面狙い。サードショット、ポイントは3打目で、奥行きのあるグリーンは、フェアウェイと高低差がなく、距離感が難しい。グリーン、常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。